左方向です。実際の交通規制に従って走行してください。その先も間もなく目的地付近です。目的地付近です。ルート案内を終了します。はい、スキン天皇陵でございます。こちらの方が宮内庁が管理してますからね。形状は見た感じ、豊富やな。豊富ではない、見た感じは。これは何でございますかね。この前から気になってんだけどね。何を祀られてるのかね。ちょっとじゃあ神天能力を見てみましょう。宮内庁でございますね。ちょっと前に目の前に蔵が立ってますからね。この蔵は何でございますかね。幅がどれぐらいあるよ。40メーター前後で、ね、奥行きもね、6、70メーターぐらいあったかな。前来た時回ってますからね。はい、はい、ありがとうございます。噴気の高さはね、全然ないんですよ。ほとんどね、なんか 1.5 メーターか2メーターか、そんなしかないんですよ。これ宮内庁管理してるけどね、まあ先ほど言った天王山古墳、こっちの方が神霊だということでございますからね。そう思います私も。はい。ね。まあいろんな説があるから、とりあえず今ね、江戸時代か明治時代ぐらいに決められたことが多いんやろうけど、まあその前からなんだけどね、決められてるから、一応祀っとるからね、自浄したやつは、変更できないらしい、今のところね。そしたら誰なんだろうね、祀られてるのは。いや、ここずーっと村の中にありますからね。こんな感じですね。ちょっと横行ってみると、横ね、蔵橋があったかね、何があったかね、川が流れてます。こんな水の音するの聞くの初めてやね。おお、水流れてる。何度か回っとるけど、初めてや、こんな水が多いのか。こんな雨降ったんかな。あれ、向こう墓地になってんね。これも全然好きなんだな。どっから行くんだろうね。ああ、行く道はないけど。ああ、水の音なかなかいいね。ああ、癒されるね、水の音は。ああ、透明度がね、大阪の川とえらい違い。ほら、真っ黒に濁ってるからね。この上の民家ちらちらあんねんけどね、上の方に。ね、濁ってないからね。ほんと。
はい、ありがとうございました。藤運転の量でございました。その先、目的地付近です。まもなく目的地付近です。まもなく目的地付近です。目的地付近です。ルート案内を終了します。芦屋川古墳は280メーターあります。墳丘がね、高さ30メーター。いえ、築造がいつ言うたかい。4世紀後半そんなもんやったら、これ卑弥呼の墓言うてね、桜井の方ではみんな一生懸命言うとんねんけど、どうなんでしょうね。ちょっと一周回ってみよう。回れるこれ。これが公園部。ああ、入られねえな公園部。北側からちょっとね、見えるかね。見えんな。お、この辺見えるかね。北側には豪がね、水入ってんやけど、どちら派の赤ですか。こぼれてんの。ちょっと年代合えへんじゃんか。すまへん、年代はちょっと分からんけど、ちょっと合わないかもしれんな。あ、だだだ。あ、綺麗にしてくれたね。何度か来てんだけどね、最初来た時はこんなもう本当にね、やぶなって、もうこの後ろもやぶやったけど、はい、ありがとうございます。ほれ、中スキスキ見えてる。スキスキでございます。中見えてます。スキスキでね、我が400メートルあるんちゃうかな。100メートルしないかこれで。墳丘の長さは約280メートルぐらいですね。高さが30メートルぐらいあるのかな。これ日本最初の前方後円墳でございます。今一周来ろうと車で回ったんだけどね、横をね、せっかくでもなくて横から眺めてみましょうか。前方後円墳のかっこいいとこ、最初のボタンこっちやったな。こっち階段できてる。
新しい階段登ってみようか。よし、こんな階段が作ってくれたらいいっすかね。はい、こんなんでございます。いやー、そこ中入れんのか、入られんな。公園部がもう極端にほら随分大きいやろな。